要するに。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次行かせていただきます。小西文書の顛末ということで、今週立憲民主党の方がひどい印象操作の質疑がありましたよね。その動画を皆さんと一緒に拝見させていただきたいと思います。2番3番の動画、スタッフさん出せますでしょうか。2番の動画は50秒からスタートしてください。そして3番は少し長いですが全部見たいと思います。2番からお願いします。捏造とお自分を守るためにですね、自分を守るために官僚を侮辱して、まさにこれは日本の公文書制度、つまり行政そのものに対する私は否定だというふうに思うんですね。まさにこういうことを、この官僚の正義感でこの情報を、これで日本の放送法、報道の自由や国民の知る権利を守れるのかという、その危機感を持ってこの文書が渡されたというふうに思うんですけれど、そういったことを全く受け止めず、そうしてこういう姿勢を続けている捏造だと言い張る大臣に対して罷免すべきだというふうに思いますけれど、総理大臣のご答弁をお願いします。岸田内閣総理大臣。行政文書の正確性、これはもちろん大事なことであります。だからこの指摘を受けて、ご指摘の行政文書の正確性について総務省において精査を行ってきたと、理解をしております。だからこそ総務大臣からお答えさせていただいたわけでありますが、その中にあって、高市大臣のこの発言、捏造という言葉の使い方等々につきましては、大臣の方から丁寧に説明をさせていただきたいと思っています。田辺正義さん、ありがとうございました。それではもう一つ3番の動画もお願いします。正確性はあくまで正確性で、制度の程度の話からですね、事柄の有無の話にすり替えていらっしゃると私は高市大臣のご答弁を聞いていて思います。で、とある月刊誌の記述インタビューの中に高市大臣がこのようにお答えになっていらっしゃいます。官僚が政治家を殺すのは簡単なんですとおっしゃっていると、もうこれは真逆ですよね。政治家が官僚を壊している、そして日本の行政機構、統治機構を破壊しているのは高市大臣自らじゃないんでしょうか。あ、答弁は結構でございます。はい、ぜひともですね、日本の統治機構をこれ以上壊さない。高市大臣手上がってますので答弁させてください。お願いします。いやいや、じゃあ高市、さなえさん質問してないんで、今正確におっしゃってない、と思います。その官僚がですね、議員を殺すのは簡単なことだっていうのは私の言葉ではなく、そうおっしゃってる議員がいる旨でございます。はい、石垣典子さん。同僚議員たちからは官僚が政治家を殺すのは簡単なんですねというようなご発言があったということで、これは失礼いたしました。はい、でもこのように、皆さんからもそのように、捉えられてしまうということで、頑張ってる、ね、官僚の皆さん、この高市大臣の捏造発言によってまさしく行政の統治機構が壊されると言わざるを得ません。ぜひとも早い決断をお願いしたいと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。はい、ありがとうございます。西田さん、お願いします。最初のはなんか変なおばさんで、これね、何言ってるんだかよく分かんないんだけど、2人目の石垣典子ってのはこれ本当に札付きですからね。札付きで、おまけにあれでしょう、例の森友の時に、狂言回しをやったノイエホイエっていうハンドルネームの元2チャンネルのね、ジャーナリストと称している、アメリカからそのあれでしょう、傷害容疑かなんかで、性犯罪の起訴かなんかもう受けてんじゃないのかな。で、名前も忘れちゃった、菅野なんとか、菅野保つですね。あ、そうですね。それで日本会議の誹謗中傷する本もね、書いたりしてたんだけど、それがなんかこの石垣っていうののなんか秘書になったとかって話も聞いたことありますけどね。で、とにかくね、
この石垣ってのは本当に立ち悪いんだよね。で今の質疑で分かるじゃないですか。でウィルじゃないや、これ月刊花田の高市さんのインタビューでしょ多分。そうですね。でそれをさ、まともに読解力もないわけじゃん。まともに読めもしないでそれであなたはそう言ったとかって平気でその、勘違いっていうかね、あえて知らないふりしてるのか、そういう質問平気でする議員ですよ。だから石垣のりここそ本当に国民の総意で国会から追い出さないとダメですよ。本当にこれ仙台の人間はね反省すべきですよこれ。千葉の小西と同じですよ。以上が私の感想です。どうでしょう長尾さん。まあ私がねもし、岸田総理の立場だと仮定したらですね、まあ、これだけ大きな問題になっているので行政文書、まあ、その中身の、まあ、審議はともかく行政文書が一国会議員の手に渡ったことについて非常にこれは由々しき事態なのでこれを調べたいと思うと、ここまで僕ちょっと言っちゃってもいいんじゃないかなと思いますし。いや普通はそうです。まあ、質問にね、答える、で質問以外のことに答える、また自分の意思を示すとまたギャー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 うるさいんですけれど、もうこんなにねくったらない質疑をしているぐらいだったらもう政府側として分かりましたと、この問題をある意味決着つけるためにこの行政文書の漏洩経緯を政府として官邸として責任持って調べると、それについて法的根拠を持って、適切な対応を取らせていただきたいと、はい、こう言っちゃえばね多分、立憲側も多少ちょっとこう体温が変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。であともう一個不思議だなと思ったのは旧民主党の時には官僚的にしてもう朝から晩まで官僚叩きしてたのに今は旧民主党が官僚をかばってるところでも時代が変わったなとそういう印象を持ちましたね、はい、要するにあれですよね、総務省の3人、その文書作成に関わった3人と、それと入手した小西を証人喚問すればいいんじゃないですか。そうです、はい。それだけのことですよね。吉田さん、いかがですか。はい、まずこの、田名部雅代っていうのは、まあ、元の、まあ、民主党の議員というかね、立憲の議員ですけど、親父さんは、田辺雅美っていう元自民党の議員なんですよね。うん、で本人も政争に敗れてかなんだか最終的には民主党に行ったんですけど、まあ、要するに自民党からで本田辺雅美さんとか昔田辺それは昔、うん、自民党から出たがってたんですよ。それ僕はもう本人から聞いてます。でも、まあ、結局今のように立憲に行って、でそうするとですね、ああいう発言をする。だから、立憲とかの議員によくありがちなんですけど、政治的信念に基づいていろいろ発言や行動するんじゃなくて、自分が所属する政党に応じて自分の発言を切り替える。うん、で、これ、まあ、例えば一番いい例が、新潟県知事がやって、売春で辞めた米山流なのかと。あれも初め維新で出た時には僕が彼が日本は核武装しなきゃいけないって話を現場で聞いてますからね。でところが立憲共産の応援で出たら核なんか絶対ダメだとか、とにかくね立憲共産はそんなことない、立憲の人はとにかく所属する場所でとにかくコロコロ手のひらかいて言うことを変えるんですよね。であるいは攻撃する相手を変える、もう本当にねろくでもないこの人たちは。でそしてこの石垣でしたっけ、で石垣のり子っていうのも、なんかもう菅野のなんとかっていう活動家とダブル不倫をしてね、なんか謝罪したりなんかも、もうろくでもない、もう人としてどうなんだろう、なんでこんな人皆さん投票するんですかっていうね。で、まあ、その立憲のなんかこう、口だけうまい人がいっぱいいるわけですよ。で、そういうのに調べもしないで、
口だけ耳聞こえがいいことを言う人に騙されて投票する人がいっぱいいるから日本は全然良くならない。国会でもこういう手たらく、もう本当に、ね、立憲にあの投票するような人は反省してください。以上です。はい、まあ、だから投票に関してはね、まあ、これ有権者と当然あの個人個人 の, あの好き勝手に入れるのが普通、普通というか それがいいんだけど、例えば今回 の, そ の, あの NHK とかつてのね、今なんとか48のガーシー議員も、もうあのあれかな、資格は停止されたのかな、はい、ああいう人をやっぱり生み出してしまっちゃったっていうことをね、やっぱり有権者はちょっと考えるべきだと思いますよね、本当にね。榊さんはどうですか、今の2人の女性議員 の, そうです、ね、その質疑見て。石垣さん卑怯ですよね。あの自分はあれだけ好き放題さしておいて答弁を許さないとか、ちょっとありえないなと思いますね。だからなんかそんな卑怯なことをするとやっぱりでも当選しちゃうんですよね、あの先生がおっしゃる通りで。今長尾先生が言って、あ、確かにそうだなと思ったんですけれども、これ明確に小西議員って誰かから受け取ってますもんね、この情報。そうしますと国家公務員法違反で、なんか、1年以下の懲役または50万円以下の罰金ということなので、確かにこれ刑事で追いかければいいんじゃないかなと、うんうん、それが一番正当なやり方ではないかなというふうに、あのもらったというのことを言ってましたよね、確か小西議員は。何かこの秘密の経路でというか、だったらそれをやっぱりあの漏洩したわけですから、それを追うのが一番いいのかなと、うん、これって誰が号令かけるんですかね、この刑事罰で追いかけるということ、よし、もしやるのであるならば。これはもうまずあの総務大臣が追いかけるというか、あの省内調査をすればいいと思いますよね、うんうんうん、あとはあれでしょう、まあ、警察に言わせてもいいんじゃないですか、うん、そうですよね。総務省のその問題もあるんですが、あのこの予算委員会の委員長が参議院のちょっとひどすぎる、うんうん、要するにそうやってコントロールが全くできないじゃないですか。あのノーガードで打たせっぱなしにしてるっていうかね、あのあえてなんか意図的にやってるとしか思えないんですよね、見てるとね。まあそういう問題もちょっとこれ、まあさっきだから長尾さんがね、私がもし総理大臣だったらって、そういう過程で話したのは、それだけ岸田さんがやるべきことやっぱりやっていない部分が非常にあるということをおっしゃってるんだと思います。じゃあ、次行きましょう。はい、次行かせていただきます。国会ではこのような現状ですが、高市大臣がご自身のサイトで決定的な文書を公開されました。第2の永田町永田メール決定かと永田メール事件決定かというふうなことも言われているんですが、